今の俺には癒しが必要なんだ。甘い蜜のような癒しが、とろっとろろ。こんな時文学的になっちゃうんだよな。わかるかこの感じ。だろうな。そうだろうよ。文学って顔じゃないもんな。その純朴な顔つきは体を動かしてなんぼ。やるせないモヤモヤは運動で解消って世界の住人。あ、なんだ質問か。ティファを見なかったか。ティファ、愛しいその名を知るあんたは誰だよ。え、てかティファがここにいるのか。なんで、なんでよ。もしかして俺を追ってきたのか。街を出ないでジョニーってよ。こうしちゃいられない。ティファ、ティファ、ティファ。あの人何。気にするな、知らなくてもいい。気持ち悪い。気持ち悪い。見上げるのはふるさとの星空。もう二度と来ないよこの街。無事に上に帰れるよう祈ってるよ。星くれる。いつもの準備できてるな。はい、ついでに何とそれも発注しておきました。 OK、 いい次はだ。ほったくられてひどい目にあった。それも社会勉強ってやつさ。どうもどうも、私シンラレコーズからデビューしたもののヒットには恵まれず苦節7年。今も地道に営業を続けている歌手でございます。こちら新作なんです。よろしければどうぞ。この歌声は世界に届くわ。ぜひライブにも来てください。
ミートガル、ちゃんこ鍋とママ4つ入ります。僕とダンス勝負しない？私強いわよ。ミートガル、マコの気分。わしはもうおしまいだ。わしはもうおしまいだ。私が勝ったら。食べ始めたら止まらない。美味しさが加速するチョコボ豆だよ。伝説のトレーニング中。だいぶ仕上がってきただろう。切れてるよ。ナイスカット。ここまで来るには汗だけじゃなく涙も流したさ。そうだろうな。涙のナイスバルク。ここがあの有名な男の館、ダンダンダンク。そこまで一袋お前の。その分約束もあるけどよ。劇場が開くとバトルマニアの血が騒ぐぜ。ギャンブラーの血がだろ。マーケット1の武器屋へ。
どうぞごひいきに。いらっしゃいませ。どうぞ手に取ってお試しください。またのお越しをお待ちしております。あれ見て、コルネオ、あそこだね。ああ。
おい、それ以上近づくな。男に用はない。人を探している。お前、ウォールマーケットは初めてか。だったらなんだ。屋敷は立ち入り禁止だ。特に男はな。はいはい、じゃあ私。女の場合はもっと面倒だ。あ、でもレズリーさん、なかなか可愛いっすよ。なかなか？なかなか程度じゃ難しい。どうにかならない？ここがどういう場所なのか知ってるのか、エアリス。レズリーさん、やっぱり可愛いっすよ。スタイルはともかく。クラウド、私暴れていいかな？いや。代理人から推薦状をもらえ。そうすればオーディションに出られる。代理人って？ウォールマーケットにはコルネオさんの好みを熟知した3人の代理人がいる。まずチョコボ小屋のサム、そしてテモミアのマダムマム、最後がミツバチの館のアニアンクーニャンだ。全員一癖も二癖もある連中だ。推薦状はおそらく簡単じゃない。そっか。でも、うん、わかった。ありがとう。どうしても入りたいなら代理人を頼れ。どうしても入りたいなら代理人を頼れ。エアリス、本気なのか？他に方法ある？でも話は聞かせてもらったぜ。ティファはコルネオの屋敷にいるんだな。え？でもってコルネオの屋敷に入るには代理人の推薦状が必要ってわけだ。はあ、いいか、ティファを助け出すのは俺だ。よーし、待ってろティファ、今行くからな。話ちゃんと聞かない人だね。ああ、俺が話してくる。エアリスはここでまで。え？どうして？私も行くよ。でもだってクラウド交渉できないでしょ。あなたはハニーガールがお目当てなんでしょ。そんなことない。ハニアンのショーも楽しみさ。会場だ。始めましょう。あんなことまで。あんなことまで。わあ。いらっしゃいませ。あ、どうも。ウォールマーケットが誇る最高のエンターテイメント、ミツバチの館へようこそ。ハニーガールまたはハニーボーイのご指名はありますか？アニアンクーニャンに会いたい。当店のナンバーワン、アニアンクーニャンですね。ではご予約のお名前を頂戴してよろしいでしょうか？いや、予約はしていない。それは大変申し訳ございません。現在アニアンはご予約のお客様で
向こう3年間は埋まっておりまして。そんなに？俺たちはただ会って話したいだけだ。オーディションの推薦状が欲しいの。そういうことでしたか。しかしどちらにしてもご予約がないことには。そこをなんとか。ごく稀にアニアンが気に入ったお客様をお呼びすることがございますが、お客様からはどうすることもできないかと。申し訳ありません。仕方ないね。他の人当たってみよう。お力になれず申し訳ありません。お力になれず申し訳ありません。とろとろに甘い夜をわしに。ええ、初めて SS 席が取れたものですから、半年分の稼ぎをつぎ込んでやっと。それはおめでとうございます。なのに彼の思想を理解しない客が多くてかわいい。銀行の経営母体はシンガカンパニー。おお、手のひらから全身に力が流れ込む。開いてないみたいだね。他の代理人のところ行ってみる？おい、変更なんて待ち合わせ場所はここの。ああ、やっちまった。俺のバカ、大バカ野郎。あんな誘いに乗っちまうなんて。裏にしておけば。あんな誘いに乗っちまうなんて。なんだ、またお前らか。何度来ても同じだぞ。帰れ帰れ。違うの、私をコルネオのオーディションに推薦してほしいの。なあ、どうかな。いいぞ。本当？ああ、次があったら姉ちゃんを推薦してやるよ。それじゃあ間に合わない。今回はダメ。今回？無理無理。ティーバーちゃんっていう逸材を送り込んでんだ。でもティーバーじゃなくて私が選ばれるかもしれないでしょ。そんなに推薦が欲しいのか。欲しい。じゃあ勝負するか。さて、裏か表か。
当たったら姉ちゃんを推薦してやるよ。外れたら迷惑料を置いて帰んな。思ってた。残念、裏だ。まあ、正直言って姉ちゃんは可愛いけど、コルネオさんの趣味じゃないと思うぜ。それでも諦めきれねえなら、他のやつを当たるんだな。そのために代理人が3人もいるんだ。じゃあな。待て。そのコイン見せてくれないか。やっぱりな、裏も表もない。ずるい。ウォールマーケットへようこそ。というわけか。負けないから。足元見やがって。金。ちくしょう。足元見やがって。ここだよね。いらっしゃいませ。お二人ですね。どうぞこちらに。本日はどういったもみにいたしましょう。もみ。ご新規さんでしたか。うちは手もみ屋って言いましてね。人間手が疲れてるとろくに金勘定もできやしないでしょ。そんなお客様の疲れをもみもみと手と手の濃厚なスキンシップで解消させていただきます。というわけで本日はどういったもみにいたしましょう。俺たちは客じゃない。と言いますと。私をコルネオさんのオーディションに推薦してもらいたく。まったちょっと黙りな。勝手に口開くんじゃないよ。ったくまた変なの来たわ。ちょっとばかし若いからって許されるとでも思ってんのかね。で、なんだって頼み。あのね、お二人さ、うちは手もみやもんでなんぼの店なの。客として来たわけじゃないの。てめえら、頼み事があるならまず客として揉まれるのが筋じゃねえのか。ああ、あんた名前は。クラウドストライフ。手を出しな。早くしな。それで言ってしなやかなんて。いいわクラウド、あんたが誠意を見せなさい。話はそれから。さあ、どのコースにするんだ。ちょっと所持金が足りないよ。身の丈に合ったコースを選びな。
じゃあ奥の部屋までいらっしゃい。クラウド、それなりのお客にはそれなりのおもてなしを。じゃあ左手の指5本まとめて適当に。あ、痛いぞ。あら、お気に召さないようならやめてもいいんだけど。手をワキワキさせてごらん、効果がわかるから。ほら、ワキ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 。ああ、これはいい。どうだった？悪くない。何してるの？ワキワキ。ワキワキ？いや、なんでもない。癖になりそうかい？さてと、誠意はしかと見せてもらったよ。じゃあ頼みってやつを聞こうじゃないか。勝手に触るんじゃないよ。あら、頼み事はいいのかい？大丈夫？ああ。大丈夫？ああ。私をコルネオさんのオーディションに推薦してほしいんです。そりゃ随分と物好きだね。ふーん、まあいいだろ。本当？ただしその格好のままじゃダメだよ。え？そんな貧乏くさい格好した女を連れてったとあっちゃ、代理人としての信用に傷がついちまうからね。この服ダメ？動きやすそうでいいと思う。それ褒めてるの？あんたらイチャつくなら店の外でやっとくれ。あ、ごめんなさい。でも服どうしよう。心配しなさんな。私がコルネオのハートを射抜く服を見つけろってやるよ。払うもんさえ払えばね。いくらだ？ざっと100万といったところで、あんたらが払えないってことは100も承知さ。だから提案があるんだよ。え？この町には地下闘技場があってね、クラウド、あんた私の推薦で出場しな。そこで優勝できたらエアリスをとびっきりの美女に仕上げてやるよ。賞金が出るのか？うん、推薦人の私にね。どうだ、乗るかい？分かった。いい返事だ。こいつを受け取りな。もう受付は始まってるからね。急いで闘技場へ向かいな。私に損をさせるんじゃないの。いいかい、
私に損をさせるんじゃない。それいくらするか分かってんのかい。壊したら弁償してもらうからね。どんな大会かな。この町の大会だ。ろくなものじゃないだろうな。優勝できそう。そこは心配していない。強気もいいけど足元すくわれないようにね。一括銀行の経営母体は信頼カンパニー。お、どうした。例の件の後始末は。すみました。こんな裏路地まで来るとは度胸に免じて見逃してやろう。あははは、本当にいい天気。変更なんて名乗っているが実態は氷かしら。待ち合わせ場所ウォールマーケットは混沌の街ですね。きっと我が息子ジョニーもここで世間のせちがらさを知ったことでしょう。おお、悩めるジョニーよ。父は男として先達として何時のほろ苦き成長をこと拝う。大きな大会があるそうで。観覧は右手、出場する選手は左手にお進みください。いや、こっちの話ですよ。ちゃんとチケットもらってくれ。当たり前だろ。ちゃんとここに。本番は入れたはずなんだけど。嘘でしょ、信じらんない。俺、全財産かけちゃうぜ。なあ、誰にかける。バカ、こんなところで言うなよ。若大だろうな。と今回も盛り上がるだろうにな。これは楽しみでな。楽しみよね。ん？ここは観覧車受付だよ。出場者の受付は隣だよ。急いだ方がいいよ。ここは観覧車受付ですよ。出場の方は左端のエレベーターですよ。出場するなら急いだ方がいいですよ。ここは観覧車受付ですよ。こちらは観覧車受付です。出場者の入り口は左端です。うちの品こそ隠れた闘技場名物。今は開店準備中だ。ただいま絶賛搬入中。帰りに寄ってくれよな。うちの品こそ隠れた闘技場名物。今からエントリーが？たっ、ギリギリだな。二人で出るのか。いや、俺だけ。二人でお願いします。推薦してもらうの私でしょ。だったら私も出る権利あるよね。じゃ、お二人さん、地下の控え室へ進んでくれ。
エレベーターで下だ。急いでくれよ。思ってたより降りるね。どこまで続いてるんだろう。何人ぐらい参加するのかな。クラウド、緊張してる？いや。だって口数少ないから。あんたは少し緊張した方がいい。おい、こっちだ、急げ。眠らない都市ミッドガン、中でもひときわ輝くキラ星、ウォールマーケット。あなたの欲望を受け入れ叶える街、ウォールマーケット。あなたの誘惑に目移りすることなく集いし皆様、ようこそお越しいただきました。ご安心ください。今宵世界で最も熱い場所はウォールマーケットの、まさに今ここ、地下闘技場で間違いありません。優勝賞金はなんと100万ギャラ。ルールはたった一つ、相手を叩きのめす。完封の日までにぶちのめす。勇者なら知恵道を剥がせ。舐めさせた者だけが、最後まで立っていた者だけが賞金と名誉を得るのです。さあ、血に飢えた野獣どもが放たれる瞬間を今か今かと待ち望んでいます。大変長らくお待たせいたしました。イス格闘デスマッチ、コルネオ杯を開催いたします。なんだかすごいとこに来ちゃったね。お前たちの控え室はここだ。お前たちの控え室はここだ。ああ、あんたたちか。どうしたの？その顔。少しばかり金が必要になってよ。前座試合に出てみたら、この有様さ。あんたらもやべえところに足を踏み入れたな。悪いことは言わねえから、さっさと逃げた方が身のためだぜ。クラウド、エアリス組、まもなく試合が始まります。入場ゲートまでお越しください。逃げる気ないよね。恐ろしいところだぜここは。恐ろしいところだぜここは。コルネオからの差し入れさ。何でも飲めば立ちどころに元気になるんだと。飲んでおけばこんな結果にならなかったのかもな。よかったらあんたたちにやるよ。お前たちの控え室はここだ。
準備はいいか？せいぜい死なねえようにな。さて、次はなんとカップルでの出場だ。やんたるバチが。しかも初参戦。いけつかない。怖いもの知らずのカップルは果たして無事に帰れるのか。クラウド&アヤリスの入場です。さっさと負けろ。入れ入れ。デートのついでかよ。姉ちゃん、しっかりサービスしてくれよ。なんか燃えてきた。対するはウォールマーケットが誇る猛獣使い。今宵のリングも彼らの食卓となってしまうのか。本日はデザート付き。滴る赤、こぼれる姫、暴飲暴食猛獣ブラッディーテイストの入場です。行け。人じゃないの？はぁ、素人か。人じゃなきゃいけない規定なんてねえんだよ。さあ盛り上がってまいりました。人が猛獣にどこまで食い下がれるのか、皆様まばたき厳禁でお願いします。それでは1回戦第4試合、レディーファイト。曖昧すぎる。ああ、次はちゃんとしてるといいんだけど。いや、期待するな。用心していくぞ。次の試合までしっかり休んでおくんだな。次の試合までしっかり休んでおくんだ。
クラウド、エアリス組、まもなく試合が始まります。入場ゲートまでお越しください。新しい雇い主を探すかい。運よく勝ち上がったな。ただ次はそうはいかないぜ。準備はいいか。ま、無理はしないことだな。続きましては準決勝第2試合です。まずは初戦をあれよあれよとすり抜けたラッキーカップル。ふざけんな空気読めよ。クラウド&エアリスの入場です。何パシ上がってくれてんだよバカ野郎。大損こいたじゃねえか。あらあら、大志摩さん廃墟からの刺客、盗んだものは数知れず。アウトローの街から弾かれたアウトロー。皆様、お手持ちの貴重品を今一度ご確認ください。極悪卑劣ベグ盗賊団の入場です。あの人たち、お前ら、こいつはいい、ここであったが、かくれっぺ。ブラビ、晴らさせてもらうぜ。100年100年も経ったか。うるせえ。嫌がる。え、何。おっと、これはどういうことだ。どうやら盗賊チームは8名でエントリーしたようですね。え、ずるい。ここはルール無用の闘技場。このネオがいいって言ったらいい。オッケーが出てしまいました。わあ、めちゃくちゃ。だぜに無勢、ここに極まる。大乱闘が予想されます。皆様、見失わぬよう決して目を離さないでください。それでは準決勝第2試合、レディーワン。沈め。お任せあれ。よいしょ。近づくと危ないよ。いいとこ見せなきゃ。怒ったから。協力してこ。下がってよ。耐えられるか。よかった。終わりだ。軽い。反転しよう。気合い気合い。頑張ろう。俺が出る。
なかなかやるじゃねえか。そりゃそうさ、私がもんだからね。それにあの手、視線の一つや二つは超えてるね。ふん、この町じゃ珍しくもねえよ。ともかくお互い決勝だな。かけるか。はあ、変わらないね。あんたいつか路頭に迷うよ。そしたらまたお前のところに転がり込むさ。人生で唯一の汚点だよ、まったく。アニアン様、あの殿方美しいですね。ねえ。次決勝だね。ああ、浮かない顔してる。相手がまともに来るとは思えない。うん、でもここまで来たらあと一歩。二人で頑張ろう。クラウド、エアリス組、まもなく決勝が始まります。入場ゲートまでお越しください。もう死んだふりしなくていいのか。もう死んだふりしなくていいのか。お前らマジで強いな。うちに来ねえか。お前らマジで強いな。あら、減った。なかなかやるな。体をちゃんと休ませておくんだな。なかなかやるな。恐れ言ったよ、まぐれじゃなかったんだな。決勝戦
準備はいいか？俺はあんたらにかけたからな。頼んだぞ。皆様、大変長らくお待たせいたしました。予想外の展開を見せた今宵のコルネオ杯もあと一試合を残すのみとなりました。名残惜しいのは我々も同じです。しかし物事は必ず終わりを迎えます。ならばその終わりをみんなで大いに盛り上げようではありませんか。おう、やあ。まずは小柄ながら並みいる強豪を華麗になぎ倒し大いに盛り上げてくれました驚異のカップル、マダムマム推薦クラウド&エアリスの入場です。寄付のミスター相手は外しです。病院送りは当たり前、ゴミ掃除はお任せあれ。断罪の処刑マシン、チョコボサム推薦カッター&スイーパーの入場です。ロボット、シンラの機械兵器か。そんなのあり。さあ、100万ギルは一体誰の手に。さあ、泣いても笑ってもこれがラストだ。これでは一決勝戦レイファイ。やっと、やっと、
頼む。いいとこ見せたか。当たれ。任せるね。頂点に立ったのはなんとクラウド&エアリスチーム。ご愁傷様。ふん。あら、意外とおとなしいのね。もっと怒り狂うかと思ったのに。万全を尽くしたところで裏目に出ることだってあるさ。だから面白いんだ。でもそれ裏も表もないだろ。じゃあな。さてと、賞金をいただこうかしら。そのことなんだが、マムすまない。コルネオさんからの指示でもう一試合を行うことになった。それに勝利すれば賞金を払うそうだ。ちょっとあんた、ふざけてんのかい。コルネオさんの指示だ。これでティファを助けられるね。その前にマダムマムだ、服を用意してもらうんだろ。うん。喜んでるところ悪いね。残念だけどもう一戦やってもらうよ。どういうこと？あんたらは盛り上げすぎちまったのさ。白熱する試合に客の賭け金も膨れ上がった。コルネオがこの機会を逃すはずがないんだよ。つまり？コルネオが推薦する最後の敵を倒してようやく優勝になるってわけさ。話違う。それは私が言いたいよ。こうつけばりめ、くそ。でも仕方ないのさ。この町ではコルネオがルールだからね。ただ次勝てばさすがにコルネオだって渋らないだろう。観客が黙っちゃいないさ。次が最後だな。そう願いたいね。ほら行っといで、私に賞金を届けておくれ。ほら行っといで、私に賞金を届けて。俺も長いことここにいるが、こんなことは初めてだ。正直、興奮している。しっかり準備していくんだな。俺も長いことここにいるが、こんなことは初めてだ。
ああやってくれちゃってひでえな。いくらしたと思ってんだよ。お前らこんなとこでぼーっとしてていいのか。ああやってくれちゃって。であんたら最高だよ。次も熱い試合を期待してるぜ。準備はいいか。もう賭けなんて関係ねえ。俺はあんたらを応援するからな。頑張ってくれよ。異例の盛り上がりを見せましたコルネオ杯。どうでしょう皆様、このまま終わるにはあまりに惜しいとは思いませんか。そこでドン・コルネオより皆様へボーナスマッチをプレゼントさせていただきます。もちろん出場するのは今宵の主役、地下闘技場に突如として舞い降りた新生カップル、クラウド&エアリース。ますは地下闘技場のさらに地下、地中深く封印されしモンスター、今解き放たれる。我らがドン・コルネオの秘密兵器、ヘルハウスの入場です。これほどシュールな対戦が今まであったでしょうか。ありません。あるわけがありません。歴史に刻まれるのは確実でございます。よそ見、まばたきは厳禁でお願いします。それでは最終決戦、レディーファイン。さあついに始まりました、コルネオ杯スペシャルマッチ。あまたの強敵を退けた実力派カップルに対するは、あまたの強敵を誇りし悪魔の家。一体勝つのあの色、痛恨のデッケミスとしか言いようがありません。
ぬかな。クラウド&エアリスチーム優勢です。おっとヘルハウス、動きが完全に止まったか。叩き切る。待て、案外あっけなかったね。いや、これからだ。おっと、なんだこれは。何？来るぞ。来い。やったー。暖かな我が家が一変。ついに毒屋敷 in the house！ 本性を現したヘルハウスに挑むクラウド&エアリース。いけそうかな。しのげるか。おっとヘルハウスを吸い込まれた。中でどんな宴が催されているのか。宴を恐ろしい。二人の愛を試さんと容赦なく神が降り捧げ。あれです。燃え盛り、後には何も残しません。
たったらひとたまりもありません。動き
体はいまいちか。当たれ。そこにいてくれ。
衝撃ひとたまりもありません。エアリス選手がダウン。
ライム攻撃、ご覧ください、この圧倒的破壊力。このままゴリ押すつもりでしょうか。連携しよう。気合い気合い、やっ、それ、お前らがこんなにすげえとはな。後でサインくれよ。
あんたならもっと高みを目指せる。期待してるぜ、チャンピオン。お前らがこんなにすげえとはな。コソ泥もぶっ飛ぶこの威力、家内安全間違いなし。数量限定だからお早めに。いたいた、探したぜ。マムからあんたらにって伝言を頼まれてよ。よくやった、後でうちに寄りな、だってよ。あのさ、よかったらまた試合に出てくれないか。今回みたいなでけえイベントは稀だけど、いつでも何かしらはやってるからよ。おお、早速出てくれんのか。それじゃあ地下で待ってるぜ。おお、早速出てくれんのか。それじゃあ優勝おめでとう。今夜のコルネオ杯はきっと伝説になるぞ。試合を見てたら私も出場したくなっちゃった。アリスさん、すごかったわ。女性だって優勝できるのね。エアリスさん、すごかったわ。女性だって優勝できるのね。今回のチャンピオンならソルジャーにも勝てるんじゃないか。だからソルジャーが出るわけないだろう。出たら盛り上がるのにな。すげえよお前たち。悪魔の家まで倒すとは底知れないやつだ。どうする、次はお前も連れてくる。年がいもなく興奮したよ。感動ありがとう。予想優勝おめでとう。見事な腕前でした。あなたにはぜひ息子ジョニーの好敵手となって切磋琢磨していただきたい。互いに高め合い認め合う、必ずや二人の間に真の友情が生まれるでしょう。しかし大会を応援しすぎて疲れた。ジョニーを探すのは明日にして、心身を休みましょう。今の私には癒しが必要なのです。甘い蜜のような癒しが。優勝おめでとう。あなたにはぜひ互いに高め、必ずや二人の間に真の友情が。クラウドさん、いつもご協力ありがとうございます。また新しいマテリアを開発できましたよ。引き続きバトルレポートのデータ提出をお待ちしています。
まだまだ夜は長い。来たね。お召し替えの準備は整ってるよ。でもその前にあんた、なんでも屋のクラウドだってね、五番街では随分ご活躍したって噂だ。人間働いてなんぼ、働き者には福が来るって言うだろ。人助けの縁は巡り巡っていいことがあるのさ。エアリスにはとびっきりのドレスを用意するから、楽しみに待っときな。さてと、話はここまでだ。着替えたら街の外には出られないけど、始めちゃっていいかい？そうと決まったら早速取り掛かるよ。女の支度は男が思うほど楽じゃないんだ。そうだね。その間あんたは女面じゃできないこともあるんだろ。今のうちに遊んできたらどうだ。思ったよりこの町に馴染んでるようだし。安心しな、あんた一人で時間が潰せるとは思っちゃいないさ。男のことは男同士、サムに話をつけておいたからね。勝手に話を進めるな。煮え切らない男だね。せっかくの機会さ、そのふぬけた男っぷりもついでに叩き直してきな。さてと、それじゃエアリスついてきな。どんな服かな、楽しみ。服だけじゃないさ。そうそう、その素人臭い化粧と髪もがっつり手を入れるからね。わお、じゃあクラウド、後でね。覗くんじゃないよ。覗くんじゃないって言ったろ。あんたいい度胸だね。ちょっとすこいよ。のぞくんじゃないって言ったろ。買いたいなら売ってやるよ。よく考えて装備しろよ。やめておくわ。お酒を。何も売ってくれなかった。どういった快楽をお求めですか。よう、マムから話は聞いてるぜ。女連れでチャンピオンになっておいて、今度は女の留守中に夜遊びとはな。は？残るなって。どうせマムにケツでも叩かれたんだろう。まあ確かに兄ちゃんはなんつうか腕っぷしは強いんだろうが、どうにもな。この機会に一発の男として
いろいろと経験を積んどくのも悪くねえだろ。守りたい女がいるならなおさらだ。ちょうどあんたにぴったりの話がある。どうだ、乗ってみるか。ただの暇つぶしだ。その息その息、頑張ってこいよ。なんでもや。頑張ってこいよ。何でもや。頑張ってこいよ。何でも。おかしいな。いらっしゃいませ。何かお探しの商品が。ん、ああ、あんたが例の何でも屋か。頼みたいのはあれだ。居酒屋で飲んだくれてるうちの親父を連れ戻してほしくてね。すぐそこの酔いどれって店にいるから、よろしくな。親父は酔いどれにいるはずだ。この店の斜め前だよ。親父は酔いどれにいるはずだ。この店の斜め前だよ。やっぱりこれよね。クラウドさん、サムさんから話は聞きました。ティファを助けるためウォールマーケットについて勉強中なんですよね。ここはこの町の先輩である俺にドーンと任せてください。さあ、まずは依頼をこなしてみましょう。酔いどれはこっちです。酔いどれ、酔いどれ。ここは日々の疲れを酒で洗い流す憩いの場、酔いどれです。ここは日々の疲れを酒で洗い流す。常連さんが多い店ですから、入るときはちょっ、そんなずかずかと。大人の世界にはいろいろとしきたりがあって、待ってくださいよ。あんたが親父だな。ああ、わしの息子はこんなアホ面だったか。アホ面だと。とにかく俺と一緒に店に帰ってもらうぜ。いやじゃ、わしはもうダメなんじゃ。そんなこと言うなよ親父。俺力になるからさ。おお、本当か息子よ。実はマテリア屋の店主に賭けで負けての、わしの大切なインスピレーションを奪われてしまったんだよ。インスピレーション、あれが帰ってこない限り店に戻る意味はない。分かった。なんだかよく分かんないけど、そのインスピレーションってやつを取り返してくればいいんだな。待ってろよ親父。ほら、お前も行かんかい。わしはもうおしまいだ。インスピレーションが帰ってくるまでは放っておいてくれ。入ったことないんだよな俺。来てるよ、最高にいい感じ。
ココボ豆のポップコーン。ココボの形を。魔術じみたこの感じはまさに怪しい匂いがプンプンするぜ。ちょ、置いてかないで。これがマテリアや。なんだあんたたち。福屋の親父のインスピレーションを返してもらおうか。インスピ？ああ、あれのことか。でもあれは俺の戦利品だぜ。ただで返すわけないだろ。な、何？でもそうだな、頼みを聞いてくれるなら考えないでもない。なんだよ。兄さんたちを男と見込んでの頼みだ。うっ、宿屋の自販機で買ってきてほしいものがある。あれだよ、あれ。宿屋自販機、あれか。あれって？野暮なこと聞くなよ。んじゃよろしくな。自販機のあれ、事情があって宿屋には行きづらくてな。この俺だ。ほら感じるぜ。早く行った行った。危険な夜の気配を。秘密の領域へ、いざ参らん。できることならティファと来たかったっすね。できることならティファと来たかったっすね。どんなお好みにも対応しますよ。あった、この自販機ですよ。パッと見は普通の自販機だが、しかし教えてあげましょう。いいですか、この手の自販機には秘密のボタンがあるんです。どこに？それは秘密ですから。これまでの知識や経験を総動員して、こうズバババッと心の目で見破るんですよ。俺を誰だと思っている？このくらい簡単に見破れる。おお、自信ありっすね。あれってただのこれ？ほらほら、まだ秘密のボタンは残ってますよ。目的は果たしましたし、マテリア屋に戻りましょう。みんな俺を見てジャンピオンってこんな気分。クラウドさん、早く早く。さあさあ、お待ちかねっすよ。
さあさあお待ちかねっすよ。俺たちの戦利品ババーンと見せつけてやりましょう。おお待ってたぜ。さあさあクラウドさんあれを。ん？ああそうきたか。あれ違った？いや兄さんのレベルならまあこんなもんさ。お互い頑張ろうな。みんなで一緒に頑張りましょう。さてと約束の物だが悪い実はもうここにはないんだ。はあ？だから悪かったって。今は確か定食屋の親父が持ってるはずだ。でもまあないなら仕方ない。急ぎましょうクラウドさん。さてとやる気も出てきたしマテリアも磨いてやんなきゃな。ほら用が済んだなら出てけって。定食屋定食屋腹減った。あっちの路地裏からも美味しそうな匂いが。いやいや今は定食屋定食屋。天候なんて待ち合わせ場所もどの定食にすべきだ。俺ってこんな時すぐに決められないんだよな。待ってくださいよ。まだ何頼むか決めてなくて。いらっしゃいませ。お好きな席へどうぞ。なあなあ、あんたマテリア屋から例の物預かってんだろ。マテリア屋？ああ、あれのことか。兄ちゃんたちも物好きだね。そんなことよりあんたら料理は得意か？いや、全く。最近なんか料理の味がぼやけてんだよな。なあ、兄ちゃん原因は何だと思う？火力か電気か冷蔵温度あたりだとは思うんだけどよ。考えられるとしたらなんだ？原因は食材の鮮度、ちゃんと冷蔵できてないんじゃねえの？おう兄ちゃん、冷気にうるさい口か？どれ、冷蔵庫の設定温度を見直してみるか。パッと見は大丈夫そうだな。えい、お待ちそう。いただきます。苦しい。おいしそうに食べてたから感想を聞きたかったのに。でもあんたのおかげで助かったよ。これお詫びと薬や商品クーポン、彼に薬でも買ってあげて。薬屋はどこだ。道を開けてくれ。ダメ。おい、マテリア屋から預かったものは。改善できるとすりゃあとは調味料か。この前ウータイから取り寄せたスパイスはどこにしまったっけな。薬屋が先か。新メニューにはウータイのダチョウスパイスと、そうだな、あとはモルボルンの新メニューにはウータイのダチョウスパイスと。中に紹介するのもなんだ。
ンタ、こいつの連れか。まあな。お、あんたクーポンを持ってるのか。とにかく中へ入ってくれ。ったく、今日はやけに病人が多いな。こいつ以外にもいるのか。ああ、薬の注文が立て続けに入ってね。ちょうど配達に出るところだったんだが。気持ち悪い。こいつを置いていくわけにもいかないしな。そうだ、あんた代わりに薬を届けてきてくれないか。その格好軍人さんかなんかだろう。治療の経験もそこそこあるんじゃないかと思ってさ。助かるよ。そうだな、あんたに任せられそうなのはこの薬を届けてくれ。一人分だ。依頼主はその辺りで倒れてるはずだ。症状を見て合う薬を渡してくれ。